今日はですね、畑の真ん中からお届けしていこうと思います。これ何のお野菜が育ってるか分かりますでしょうか。じゃあ正解を石井さん、はい、お願いします、はい、これはジャガイモです。実はジャガイモのですね、お野菜畑をですね、今我々3人作っております、なんでこの畑作りを始めたかとか、その思いとかをですね、今日はたくさんお話ししていこうと思いますので、もしよろしければですね、皆さんも、僕らの活動を応援していただきたいと思いますので、ぜひ今日は最後までのご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。応援することを大事にしてて、なんかじゃあ運動継続しましょうっていうのは結構簡単に言えちゃうけど、継続めちゃめちゃ難しいと思うんですよね。やっぱりこの世の中の次の世代の子供たちのために少しでもできることをやりたい。地球環境を、まあ、良くしながら、みたいなのができないのかなっていった時に、有機栽培っていうのに出会って。全然違う。高齢者問題、農業問題、子供の問題という、それをなんでこの3人に組んで何やってんのというところですよね。それでは早速ですね、ちょっと場所を変えてたくさんお話ししていきたいと思いますので、今からジャンプして移りたいと思います。では行きますよ。せーの、シュー。おー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 、畑から一気にこの体重にやってきましたね。本日は大きく分けると、この4つのテーマですね。海外ボフラミンゴチャンネルがどう発足したのか、どんな苦悩があったのか、で、あのふるさとファーマーズさんも実際発足して多分相当いろいろ苦労されたと思うんですけど、どんな苦労があって、どんな思いがあったのか、で、僕らお部屋人数分もなぜこう立ち上げたのか、で、最後にこの3団体が異色の3団体、もうちょっと言うならば、さらに今ちょうどこの施設が、株式会社カラーズさんですね、基本的に放課後デイサービスとか介護予防されてる会社で、畑を作ってる、なぜこれがみんな集まってきたのかっていうところをちょっとこのテーマについて触れていきたいかなっていうので、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあまず、荻野先生の、なぜ立ち上げたのか。はい、やっぱりなんかちょっとご高齢の方って YouTube のターゲットになりづらいんじゃないかなっていう印象があったんで、はっきり言って、ちょっとごめんなさい、これ見てる方僕のこと怒んないで怒んないでほしい。やっぱりこう一般的にはそういうイメージがあるんじゃないかなって中で、なぜそれをやろうと思ったのかなってのをちょっとお伺いしたいなと思うんですけど。なるほど、そうですね、はい、このフラミンゴの介護予防チャンネルを立ち上げるきっかけはまさにそのコロナ中の時ですね。2020年の5月に僕は認知症と転倒予防教室フラミンゴって自分のお店を開業して、で当然その5月コロナの緊急事態宣言第一発目が出た時なんで、もう外誰も歩いてない、出歩いてない状態で立ち上げちゃったので、本当にもう4ヶ月、5ヶ月ぐらい売り上げもう1万円いかないみたいな、4ヶ月全部でやばいなみたいなところで焦ってたんですけど、その時もともとこの東京都大田区の訪問リハビリをやってたので、その時のケアマネージャーさんとかね、介護系の方の知り合い何名かから、コロナをきっかけに高齢者の方がデイサービスとかそういう老人ホームとか集団のとこにもう行かないでと、家族から止められてると、でお家にずっといて、そのことで体力も筋力も認知機能も明らかに落ちちゃってると、これは荻野さん何とかしてもらえませんかっていうのをきっかけに、何かできることはないかと考えて YouTube にたどり着いたというところ でその時さっき言ってたように、高齢者の方 YouTube 知らないんじゃないか、見ないんじゃないかっていう、考えもあったと思うんですけど、いや家族が止めているのであれば、家族がセッティングしてあげれば開けるんじゃないかという、なんか安易な考えで、別に高齢者が自分でアプリダウンロードしてとかじゃなくて、も家族がねつけてあげればいいじゃないかっていうところで、僕はだからその高齢者見ないんじゃないかなとかじゃなくて、まず動画を投稿する、そのお家で一人でも安全にできる動画を投稿して、それでどんどん見てもらえればいいんじゃないかという気持ちでやってたので、僕はなんかそこは高齢者だから YouTube は、違うんじゃないかとか、そういうのは考えなかったんですね。それで、まあ、正直暇すぎて動画いっぱい毎日投稿できるぐらい暇だったんで、ずっとずっと投稿して1年ぐらい経った時に何かの動画が急によく見られるようになって、それがきっかけで一気にあれはあれはと登録者が増えたみたいな感じですね。だから
お家でやっぱりじっとしてる方であったりとか、うん、ちょっと運動不足になっちゃってる方が多くて、ちょうどニーズに合ったんじゃないかと思いますね。この1年ぐらいやってる間に、はい、こう周りの声とかはどんな感じだったんですか？あ、それこそこういう動画投稿を始めましたってね、うん、まあそういう包括センターとかいろんな介護系のところもあったけど、うん、うん、みたいなそうですかみたいなで終わりだったので、だからやっぱり反応としては皆さんはきっと、いや YouTube なんて見ないっしょみたいな反応が圧倒的にやっぱ多かったですね。そうか、介護要望とやっぱ YouTube の親和性みたいなのが皆さん、うん、周りの人たちみんな感じられな感じてなかったと思いますね、やっぱり、みたいな、まあ、頑張ってみたいな感じ、はい、だから包括支援センターさんから依頼来るのも、うん、その紙で体操メニュー作ってくれませんかとか、あ、依頼が圧倒的に多かったんですよ、うん、その時は、うん、けどじゃあそれ作るじゃないですか、うん、それを包括センターさんは窓口に置いとくんですよ、うん、いや外出てないじゃん、うん、取りに来れないじゃん、うん、なるほど確かに、ね、紙で作ってもなってところはちょっと正直思ってましたね、はい、なるほど。すごいですもんね、この前もライブ配信、ちゃっかり僕荻野先生のライブ配信いつもこうお邪魔してるんですけど、うん、もう視聴者数100超えてて、あ、そうですね、見てくれてる方が。ライブ配信もね、やっぱり思いとしては、うん、なんかただ僕が喋りたいことを喋るというよりは、うん、今やっぱり一人暮らしの、ね、方が多くて、うん、それで、孤独とか、うん、孤立を抱えてる方は、うん、まあ、タバコ15本吸ってるぐらいの健康被害があるとか、うん、認知症の、うん、アルツハイマー型認知症の発症リスクが 2.1 倍上がるとか、うん、うつ病は 2.7 倍上がるとか、うん、何かそのオンラインでもいいからコミュニティを作るという思ったんですよ、うん、そういう、あ、なんかこういう自分と似たような悩みが他の人もあるんだなとか、あ、みんな頑張ってるんだなとか、そういうコミュニティを作りたいと思って始めたんですよ。ライブ配信見てるとコメントされる方の内容がすごいポジティブなんですよ、確かに、なんかこう、なんか内容的にはこうなんかちょっと偏見かもしれないけど、やっぱりこう最近腰が痛くてとか、こういうのが痛くてとか、そこで止まっちゃうような会話が多いのかなっていうイメージかなって正直思ってたんですけど、腰が痛かったけどこれ10回やって、こういうのも1ヶ月やってたらこれができるようになりましたとか、そうなんですね、すごい皆さん一生懸命取り組んでる経過報告会にもなってて、そしたら皆さんもね、他の見てる方もえすごいですねとか、じゃあ私も頑張らないととか、いろんななんか相乗効果で、すごい楽しい会におかげさまでなってて、いいですね、みんなこう切磋琢磨して、そうですね、そうなんです、あれ見てると結構、あ、じゃあちょっと俺らも頑張んなきゃなみたいな、そうそうそう、なんかすごいいい気持ちになるなっていう、僕の動画でやっぱり大事にしてるのは、うん、もう応援することを大事にしてて、なんかじゃあ運動継続しましょうっていうのは結構簡単に言えちゃうけど、継続めちゃめちゃ難しいと思うんですよね、うん、だからやっぱり動画内でも皆さん頑張りましょうって応援して励ましたりとか、うん、あとはそのライブで直接お会いした時にそういう、ね、頑張ってますとか10回どんどんやって良くなりましたっていう方は、もう本当にもう僕は心からさらに応援して励ましたいと思いますので、うん、それでなんかこうただ一方通行の YouTube チャンネルじゃなくて、うん、なんか本当にまさにオンラインだけどもう皆さんは僕の生徒さんですみたいな感じのチャンネルにしたいと思ってて、うんうん、あ、いいですね、うん、これたまにライブねやって相手来れるのも、はい、実際 ね、 こう生で一緒にやってるみたいなねそういうのもいいですよね。なんだろう、全て計画通りいくか分かんないけど、目標としてはどんなところを置いてるんですか？そうですね、数値的な目標でいうと、うん、まあ、高齢者の方今日本に、ね、約3600人いて、うん、介護保険を使ってる介護保険を受給している方は700万人いるので、うん、まあ、約3000万人ぐらいはまだ使ってない、ね、うん、という方なので、登録者3000万人目指して、それで、介護保険に本当に最後まで頼らずに、うん、まあ、こう無料でできるしね、家でも運動できるんだから、この動画を通して、その3000万人の方に、介護予防を届けたいと。もちろん受給している介護保険使っている方をないがしろにするわけじゃないですけど、まあ、僕はどっちかというとその予防の中でも元気高齢者向けが結構強いんですよ。予防って介護を、介護必要としている人がこれ以上介護をもっと必要としないような予防と、介護保険とかその介護をそもそも使わないようにする予防と、やっぱ2つあるので、僕はどっちかというとこっちのね、まだ元気な方が介護にならないようにのちょっと色が強いので、3000万人の方にお届けできたらという数値的な目標、
介護予防を取り組んで健康寿命が長くなったとか、うんうんうん、で生活習慣病がこんなに減ったとか、なんかそういうなんかデータを出したいと思ってるんですね。なんとなくその今の介護予防ってみんな集まって体操しましょう、いや楽しかったおしまいみたいな感じなんですよ。だからそれ続けて本当に予防になってるんですかみたいなのはやっぱり曖昧なところがまだ業界としてはたくさんありますので、まあ、良くも悪くもポジティブに言うならコミュニティとしての付加価値もついちゃってるから意外と満足してるけど、成果で見た時にどうなのっていう、要はそういう部分ってことですよ、結構その来ること自体がリハビリだよとかそういうことも言うんですけど、いや本当にそうかと、うんはい、本当に予防になってるのってところはまだやっぱり業界として曖昧なので、なんとかそこを、まあ、あんまり数値っていうとちょっと堅苦しくなっちゃうかもしれないんですけど、けど何かそういう一つ指標を作りたいとは思ってますね。補足してくれますもんね、そういうデータが。そうですね、だからいいんだね、なんか楽しいしやってたけど、さらにこういうデータがあって裏打ちされてるものがあると、あ、やっててよかった、そうなんかこう確信に変わるっていうか、皆さん見てる人も、あ、じゃあもっと頑張ろうって思えるかもしれないよね、いやそれいいですよね。なんかこうメディアの戦略って基本的に人を困らせて、やるなやるなとか、これが危険だとか、やっぱりなんかそう先を不安にさせるような物事が、なんかちょっと未来暗くないみたいな雰囲気が多い中で、やっぱりなんかこう荻野先生のチャンネルやってることって、もっと未来明るくするためにみんな今何できるかやれること頑張ろうよみたいな、なんかそういう姿勢がやっぱ世の中にもっと広がってほしいなと思うんですよね。本当ですね、やっぱり介護今後の100歳時代って、なんか100歳時代って多分暗いイメージしかないと思うので、いくらかかるんだみたいな、あ、2000万円必要とかなんか言っちゃってたじゃないですか。長生きがもう苦だとかね、なんか長生きしたってしょうがないとか、そういうイメージがちょっとついちゃってるんですけど、なんか本当にあれダメこれダメというネガティブな介護予防よりは、楽しくそしてバランスよくみたいな、そういう介護予防を届けたいですね。ぜひ応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。僕らもめちゃくちゃ応援してるんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。お次は、はい、じゃあふるさとファーマーズさんの、ふるさとファーマーズっていうのは茅ヶ崎でだいたいテニスコート6面分ぐらい、1500平米って言われてるんですけど、ここで不耕起栽培って言って耕さない、畑って耕すイメージがあると思うんですけど、そこをあえて耕さずに作物を作って、まあ、農家さんっていうよりもその市民がみんなが集える場所としての畑運営をしています。立ち上げるきっかけみたいなのは何だったんですか？そもそもなぜやろうと思ったのか、あともうちょっと言うのであればなぜ茅ヶ崎なのかっていうのをちょっと聞きたいかな。はい、確かに改めてですね、はい、そもそもこう立ち上げる前は僕は不動産の営業もしてて、どちらかというと農地を宅地にしてたみたいな。でも今と真逆。そう逆ですね、うん、まあそうずっとやってて一生懸命頑張ったんですけど、なんか自給率って言葉があると思うんですけど、要するに、輸入品がこう入ってきて、で日本ではどのぐらいの食料が作られてるかみたいな食料自給率っていうのがあるんですけど、それが日本は低いよって言われていて、でそういうことは知識としてはあったんですね。だけどまあ自分にはあまり関係がないというか、まあ、実際にね、コンビニとかスーパー行って、まあ、外食行っても食べ物ないって感じないじゃないですか。まあもう半額とか 30% 引きとか書かれてるぐらいですもんね。全然あるし、なんか問題ないんじゃないのかなって思ってたんですけど、コロナがあってでスーパーバーって入った時にパスタとか小麦の商品がなくなってた時期があって、なんでないのってなった時に、結局その海外の保護貿易っていうものがあって、まあ、自国を優先して日本には出しませんみたいなことが思ってたんですね。でこの時にその自分が知識として知ってた自給率の低さとか、農業の高齢化とかそういうものとこの現実がこうマッチしたというか、あ、これって本当だったんだみたいなこと、世界では戦争が行われてますけど、その戦争が日本の周りで起こった場合とか、まあ、日本が巻き込まれていくってなった場合、一気にそういうものが輸入品が止まるんじゃないかなっていうふうに思って、でこれってかなりすごくつながってる的な状況で今のこの日本の食っていうのもあるんだなってことに気づかされて、不動産の営業マンとしてやってましたけど、あ、これはちょっと今これをやるべきじゃないのかなっていうふうに思って、で本当何もわからないですけど農家さんのところに行って、で何とかしたいけど何の知識もね、農業の学校行ってるわけでもないし、
農家さんの畑すらやったことないっていうのを 何かやりたいっていうので、そしたらその、まあ、農家さん曰く結局生産者もやっぱり365日休みがないような仕事だし、うん、大事だと思ってるんだけど伝えるってことはなかなか難しくて、うん、で消費者は消費者でとにかくこうね、さっき言ってた 30% 引きとかとにかく1円でも安いものを買ってて、うん、で、まあ、国産のものは割とやっぱ高いので、そうするとこうすごく乖離が生まれてしまっているんだよね。テーブルの上について食とかの問題を考えていかないといけないんだけど、うんうん、まあ、それができてないのが今の現状なんだ、うんうんうん、それをつないでくれるような人たちがいるといいんだけどねっていうのをヒントを得て、うん、あ、それだったらできるかもしれないな、うんうん、消費活動をずっとしてきて消費者としているんだけど、でもそこに生産っていうあのものも自分で分かっている状態になると、うんうんうん、なんかこう伝えられることとかもっともっと僕が、知らなきゃいけないことも見えてくるんじゃないかなっていうので、うんうん、農家さんのお手伝いから始めて、で、あの茅ヶ崎に竹がどうやらあるよっていう話を聞かせてもらって、うんうん、ぜひやりたいっていうので、もう鎌倉時代からずっとやってきた農家さんが高齢化になって息子さんには継がせないんだみたいなことが起こってて、うん、じゃあその畑どうしようっていうので農地としての課題もあって、そこがたまたまこう偶然の位置でマッチングしたっていう。だから茅ヶ崎って海のイメージありますけど、僕はもう畑にやるためだけに茅ヶ崎に行ったって結構珍しいパターンなんですけど、それが、うん、きっかけですね、うん、あ、じゃあ本当茅ヶ崎で探したっていうよりはその話が来たのが茅ヶ崎だった、うん、あ、そうです、うん、あ、なるほどですね、うん、何かのご縁があったんですよね。あ、テニスコート6面分ってことですけど、お一人で始めたんですか、うん、最初は。初めは10人となんとか集めて、で4月からスタートして、うんうん、いや、これからやっていこうみたいな感じで、うん、でもみんな素人、うん、経験者ないです、経験者誰もいない、じゃがいも1個植えたりとかして、うん、これで合ってんのかなみたいな、もう説明書見ながら DIY みたいな、なんかもうそんな感覚、そう、それがね、あのテニスコット6面分ぐらいのでかい穴だけでやってるそんな感じだったんですけど、でもやっぱ夏のシーズンっていうのが畑がやっぱりすごく草も伸びるし、うん、僕らも全然管理の仕方が分かってないで、もう雑草がもうボーボーになって、もう自分の背の高さぐらいで、でその時にもう10人いたんですけど、もうそのうちできないって言って、うん、7人ぐらいがやめてって、で最後2人になって2人になってその2人は帯さん、帯さん、なるほど、そうで、どうするって言った時にはちょっと難しいかもなってちょっと気持ちにもなってたんですけど、うん、僕自分たちでやめるって選択肢をなくそう、うんうんうん、で周りの人たちがもうやってくれるなって言ったら、そこはもう、うんうんうん、畑返してくれとかね、そういうことが起こったら、うん、やめときかなと思うんだけど、じゃその場で本当に必死にちょっと気持ち切り替えてやってみようっていうところで、うん、そのタイミングで茅ヶ崎に移住して、うん、本気ですの、うん、家を借りて茅ヶ崎にも根付くっていうところでやり始めたら、そこから少しずつなんかこう取材来ていただいたりとか、うん、認知が少しされて、あ、そういうことだとやりたいみたいな人たちが集まってきてくれて、4年で今25人ぐらい あの団体には成長して、うん、でその中であの食べるもの自給率のとこから入っていったんですけど、1年やってみて畑って地球環境とものすごく密接してるぞっていうことが分かってきて、うん、まあ、これが不国栽培の話になってくるんですけど、耕していくとどうやらこう砂漠化に向かっているってことがすごく分かってきて、であの国連が出したデータだと60年後には氷土が完全消滅するよとも言われてるんですね。なんか自分たちは食べるものを作ってて、まあ、一生懸命耕して、もう60年後先の未来の食を奪ってるってことにもちょっと繋がってるんだな。あー、なるほど、うん、食べるものを作って一生懸命やることが、このやり方だと60年後の食べるものをなくしてるっていうことにイコールになって、うん、農業とか食っていうのもその気候変動とかでいうと3分の1を占める巨大なセクターってこともあの やりながら分かってきて、あ、気候変動とかに与える影響が、はい、そんな大きい、そうなんですよ。で土を耕すと、まあ、自然界が作る土っていう肥沃な土壌って言われてるこの、まあ、作物が育つ土があるんですけど、それを1センチ作るのに自然界だと大体100年から1000年かかる、
って言われてるんですね。だからそれは日本は結構暑いんですけど、例えばインドネシアとかだとものすごく薄くて、本当1センチとか2センチぐらいの表層しかないところで、人間が耕すと10年ぐらいでその1センチって失われちゃう。1000年かけて作り上げたものが10年でなくなっちゃう。そうなんです。ってことが分かってきて、そうするとここは食糧難とかにもつながってるんですよね、実は。じゃあ環境を再生させながら農業ってできないのかな、あの地球環境を、まあ、良くしながらみたいなのができないのかなっていった時に不耕起栽培っていうのに、出会って、でそこの81農園さんっていう農家さんがいらっしゃるんですか、茅ヶ崎に。その方が、君たちは思いは素晴らしいけど、全然こう、ね、畑自体の技術が伴ってないから勉強しにおいでって言ってくださって、僕も1年間研修をさせてもらって、でようやく、なんかこう、自分たちの技術も相まって3年目の夏ぐらいでようやくちゃんとした作物ができるみたいな、あのチョコレートの板みたいな茶色い畑だったんですけど、今あのね、あのおひやさんも YouTube 見ていただくと分かるんですけど、すっごいです。もう 草に覆われて、もうグリーンのカーペットみたいな感じですね、ただただ雑草を生やせばいいってものではなくて、ちゃんと草も管理して、耕さないってだけで草は全部カットして、まあ、僕ら化学肥料も有機肥料も使わないので、その代わりにじゃあ肥料分って何かっていうと、植物の力で植物を育てるってことになってて、でそのヘアリーベッジが空気中のこう窒素を唯一こうキャッチしてくれてて、豆化が全部そうなんですけど、で土の中に入れてくれる、でその脇にジャガイモが育つみたいなことが起こるの でそういうことをやっていくと、だいたい1ヘクタールで、サッカーコート1面半分ぐらいその畑が広がると、年間の CO2 の排出っていう、お家から排出する95世帯分の年間の排出量を抑制できる。そうなんですよ。だから、まあ僕たちがやれることっていうのは、不耕起栽培が広がっていく、まあ、それは農業としてもいいし、その市民畑としてもいいし、いろんなあの場面でその不耕起の考え方みたいなことは、いいんじゃないかなっていうふうに思ってて、何がこういい悪いとかじゃなくて、観光栽培が出てきた時って本当食糧難の時代で、戦中とか戦後の時代で食べるものがとにかくないよっていう時代で、じゃあみんなのお腹を満たすために化学肥料を使って農薬使って大きい大根を作るんだみたいなことがすごく大事だった、そこに対してはものすごくやっぱり感謝して、でもじゃあ社会課題っていう時見た時に、今はどっちかというとこうフードロスとか、食べるものたくさんあって捨ててるみたいなことが起こってたりとか、まあ気候変動もそうですし、子どもたちも日本においては少なくなっているってなった時に、じゃあちょっとやっぱりやり方も変わっていかないといけないんじゃないかっていう、農業においてやっぱりそう思ったので、僕は不耕起栽培が今この時代にすごく適しているんじゃないかなというふうに思っているから、こういう活動をしているっていうのが、今の考え方ですね。話を聞くとどう考えても不耕起栽培いいんじゃないかと思うんですけど、なんで他の方 やらないというか広まらないんですか、そうですね、やっぱこの3人が、まあ、なんで組んだかという、タケノコとじゃ石井さんいるじゃないかあ、子供のことならおひやさんいるんじゃないいるじゃないかといろんな人たちのこう希望にもなっていく場所なんじゃないかなと思うし、今からジャンプして移りたいと思います。では行きますよ、せーの、シュよくあるけど、これ面白いですね、やってみると面白い編集楽しみなんですけど、なかなかこれ意外とやる機会ないからねやってみると、あ、いや憧れてました、なんかテレビ見てて落ちましょうか、落ちるところからちょっと荻野先生、かけ声お願いします。なんかじゃあちょっと中このお尻上げた位置からドシンっていきましょうか。あ、これじゃあ10秒いきましょうか。あ、ヒントだけはいらないいきますよ、せーの、おー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 おお、畑から一気にこの体重にやってきましたね